中共政府は7月20日に発生した鄭州地下鉄浸水事故で14人が死亡したと発表しましたが、現地住民をはじめとする多くの人がこの数字に疑問を抱いています。ある生存者が地下鉄水没事故の真実を明かしました。7月20日に河南省で水害が発生してから1週間後、多数の市民が鄭州地下鉄5号線、左高路駅の出口で献花を行う中、生き残った姉妹が地下鉄に閉じ込められた間に体験した恐ろしい時間をおえつしながら語りました。姉は最後尾の車両から救出されたのは妹だけで、他の乗客はすべて死亡したと話しました。姉が思い出すのも辛いことを思い出していると、その横である男性が突然、撮影していた人に対し、あなたはどこの記者か、外国メディアなのか、そうなのか、外国メディアは来るな、歪曲させるなと質問しました。この男性が言い終えると、妹は姉にそこから立ち去るよう促し、姉はカメラを見るとそれ以上喋らず、妹と一緒に立ち去りました。先日、地下鉄5号線のもう一人の生き残りで15歳の少女も、地下鉄に閉じ込められた生死をかけた経験について回想しています。因为地铁是封闭的，所以根本没有地方透气，外面的空气进不来，里面的氧气基本上已经被吸光了，整个胸腔都在痛。这次事故死了很多人，死了十几个人，都是一个一个亲眼看到的，甚至有的人我把他的身体往前传，我害怕就是我爸妈出事，他们两个当时真的差点就撑不住了，就我爸休克好几次，神志不清，你知道吗？就跟他说话都说不出来，整个人都在抖，那大概就是我全程最害怕的时候。これまでに中共メディアは7月20日の地下鉄5号線の水害事故によって14人が死亡したと発表していますが、あるネットユーザーがインターネットに公開した地下鉄5号線が浸水する前の画像は人で混み合っている駅構内を撮影したものだったため、当局の言う人数に疑問を抱く人が増えています。鄭州地下鉄5号線の車内への浸水と、蛍光路トンネルへの水の流入によって多くの車両や乗客が閉じ込められたことは、7月20日の河南省水害事件で起きた2つの重大事故に数えられます。アメリカ在住の政治評論家のコーヘイ氏は、この2つの事故はどちらも完全に回避できたはずだったと指摘しています。例如地铁5号線、当時已经有一些地铁線停運了、可是5号線却没有停運。再有、从当天下午6点、車厢进水。到九点多，中间有两个多小时，被困的人不断向外发出呼救的信号。如果救援者早两小时，甚至一小时，甚至半小时到，就不会有人死掉了。再有，京广路隧道号称智能隧道，安有几百个摄像头，还能密切监控隧道的排水系统。对于隧道内发生的情况，有关部门了如指掌。只要有关部门提前一小时、两小时关闭隧道，灾难就避免了。NTT ジャパンがお伝えしました。